その女の子を実写するときにこう私でお願いしますってことを、言っていただけて、こんなに可愛い女の子私でいいんですか、嬉しいと思って本当に感動しました。ありがとうございます。はい、とにかく衣装、もう一日中ご機嫌にこうテンション高く過ごさせていただきました。あとはあの髪の毛とかもこういう青色の、リップステとかもなんだろうな、新しい私っていう感じがして、こう今までにこう出会えなかった私にこう今日出会えた感じがして、私自身もすごく楽しみ、でもこうファンの方によく左右は水色が似合うよねって言っていただけたりとか、私自身も分かってます。なんかこうポッチャマが大好きっていう気持ちはもちろんなんですけど、もはや私がポッチャマなんじゃないかっていうぐらい気持ちを持って撮影をさせていただきました。本当にこう楽しかったです。ありがとうございます。そうですね、私がポケモンを好きになって、実は割と大人になってからなんですけど、お友達に誘われてポケモンセンターに行った時にピカチュウとかこうポケモンのあまりの可愛さに、そこで一気に大好きになって、でもそこからはもうたくさんグッズを集めて、なんかそのグッズを身につけても例えば T シャツとかキャップとかリュックとかポケモン、イベントに参加するようになりました。なので私はグッズ集めが大好きなんですね。なので、よくポケモンセンターでグッズを買ったりとか、ポケモンセンターのオンラインとかでもいろいろ見たりとかするんですけど、中でもすごく好きなのがランダムで出てくるコレクション系のグッズが、よくこう T シャツだったりとか、あとこうラムネ缶だったりとか、あとキーホルダーとかでこうランダムのグッズが出てるんですけど、なんかこうそもそもピカチュウポッチャマが好きとか、あとワンパチが好きとかカビゴンが好きとか、もちろん そもそも好きなポケモンはいるんですけど、そのランダムの商品でコレクション系の商品